有田哲平のプロレス話、お前有田だろう。さあ今日もよろしくお願いします。お願いします。さあそれでは行きましょう。さあ本日のテーマでございますが、有田さん、グレートムタは好きでしたか？ああ、なるほど。グレートムタ、はい、そうよね。あの昔有田と週刊プロレスの方で武藤選手がどれだけプロレス界ですごいレスラーかっていうことをこんこんとこう語ったと思うんですけども、はい、確かにグレートムタというものに関してはまだ語ってないかもね。まあ、もともともちろん武藤選手なんですよ、はい、でグレート・ムタはどこら辺から派生してきたんですか？グレート・ムタというのは、はい、だから、まあアメリカにこう、はい、もう修行というか、はい、アメリカのその団体にもう修行でもないんですよね。まあもともとは忍者キャラクターをやってみろと、アメリカ、日本人がアメリカで活躍するにはやっぱ、はい、歌舞伎とか、はい、忍者とか、はいはいはい、そういうのがやっぱ当たるんですよ、はい、芸者とか、はいはい、だから忍者でやれって言って、はい、忍者キャラクターをやらされたんですが、そこがやっぱあまりにもやっぱうまく、はいはいはい、で、まあ、大手の団体、この WCW という、まあ、WWF のライバル団体ですね、はい、もともと NW ですね、はい、参加してたんですけど、はい、その時にまあグレート・ムタ、はい、まあ、ムタ、武藤、本当はグレート・ムトウでいきたいんですけど、武藤という発音が難しいんで、あ、はいはい、まあ、ムタという感じになったと、はい、大抵例えば橋フカーンでしたっけ、橋本選手は向こうで橋フカーンというちょっとモンゴルキャラクターとか やってたりとか、知らなかったです、はいはい、そういうなんか向こうでアメリカに行った時はそういうキャラクターでやりますっていうのはよくあるんですよ、はい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 、だからそれが、はい、それはアメリカでのキャラクターあくまで、はいはい、でもこっちに帰ってきたら、はい、もう元に戻るんですよ普通は。まあ、それは武藤敬司ですもんね、はい、だから当然武藤敬司に、はい、で日本に帰ってきた時には武藤敬司なんです、はい、だけどこれがね革命的なことなんですけど、ほう、そのグレートムタをその日本でやってみようかみたいなアイデアが出てきたんです、新日本プロレスの。だからこれは、はい、それこそフワちゃんをデビュー、フワちゃんプロレスデビューと同じぐらい、はいはい、多分みんなも賛否両論だったと思うんですよ、はいはい、だってちょっと今でこそ、はい、武藤圭司の化身グレートムタって、はい、なんとなく皆さんぼやっとしてますけど、はいはい、何のことですか、武藤圭司さんがキャラクターを変えてやるって。まあまあまあそうですね。そうだから歌舞伎さんとかもそのペインティングでやってたけど、はい、あれは歌舞伎さん、あれはもうグレート歌舞伎としてやってますからね、のまま戻ってきてそのままやってますもんね、はいはいはい、でもベースがちゃんと武藤圭司があるのに、そのセカンドブランドみたいなのを出すというのはやっぱり分かんないと。やっぱ戦い、うん、あくまでベースは戦いだから、うんうんうん、なんかどういうことなんだろうなということなんですよ。だからムタどうしてどうするかで、まあ、最初ね対侍志郎、ほう、侍志郎戦で、まあ、日本はでデビューするんです。侍志郎って腰中志郎さん、あで腰中志郎さんが、はい、あのメキシコに行ってる時、三沢さんと行ってる時にのリングネームが侍志郎、へえ、はい、外国のね、はいはい、だからなんとなく、はいはい、お互い化身同士で戦おうっていうことなんですよ。お互い逆輸入同士のキャラでみたいな。だからなんてその時は難しかったな解釈が、はい、なんかエキシビジョンマッチなのか、ほう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 、なんかただのこう、はい、なんか紹介試合なんかアメリカではこんなことしてましたよみたいな。侍シロはああいうペインティングしたりとかマスクかぶったりとかしてるんですか？これがねまたややこしいところで、はい、グレートムタはペインティングして、はいはい、墓も履いてんすか、はい、侍志郎さんは割とそのままなんですよ。いや腰中や、腰中や、だからちょっと余計わかんない。いやだから腰中さんもそう侍志郎っぽい感じでなんかわかんないですけど、ね、やってくれたらそれが割と白墓まで、はい、いつも通りのだったんですよ。だからだけど戦い方はもしかしたらちょっとメキシコでのキャラクター寄りだったのかもしれませんけど、戦い方はね、はい、でも見かけは変わらないです。コスチュームとかも、はい、そないに変化なくないです。だけどやっぱグレートムタというのは、はい、完全にほらまさかもう全部ペインティングして一色で、はいはい、昔はね、はい、でここにほら炎って書いてある、はいはいはい、忍者の忍って書いて、はい、そだからまあ最初これはもう賭けだと思います、うん、だけど、グレートムタで侍志郎がなんか分かんないけどいい感じではあったんですよ。ほー、武藤の別ブランドというので、はい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 、
なんか分かんないけど、なんて理解していいか分かんないけど、ちょっとまあ見てみたいなというふうにはなったんですね。なんかその僕の記憶ですけど、もう超エリート優等生みたいな、武藤刑事、武藤刑事爽やかだね、はい、そこのなんていうか闇の部分が出てきたみたいなキャラ付けって、お武藤ってそれちょっと悪いとこもあるのかみたいなんで、うん、なんかちょっとそそられるというかですよね、はい。まあ、でもほら普通は正統派の武藤刑事が例えば相手にちょっとなんか反則とかばっかりされるから頭にきて悪いやつが出てくるじゃないですか。全く最初から悪いキャラクターで出てくるという、確かに確かに、喋らないし、もうドッキリ白紙みたいな、なんか分からないですよね。確かに。だけどそのいわゆるザ・グレートで言えばザ・グレート歌舞伎なわけじゃないですか。でもそのザ・グレート歌舞伎というのはご存知、ちょっとこう、まあ、うん、暗号型というか、はいはい、そういう選手ですし、しかもベテランの選手だったんです、うんうん、だからまあ毒キリバッと吐いたりトラスキックやったり、うん、ヌンチャク振り回したりはあるけど、はいはい、そのいわゆる素早く動く人じゃなかったんですね、はい、だけどこれが武藤敬司さんっていうのは、うん、もうご存知の通りもうむちゃくちゃ動くし、はい、体でっかいし、はい、そんな体 もすごくいいわけじゃないですか、はい、その人間がそういうギミックをやるという、うん、いやだからもうその時に、あ、終わったと思うんですよ。これがもう完成形になっちゃうと。ああ、はい、はいはいはい。いわゆるほら、なんか、例えば福田どうする、あ、福田キャラクターないよな、はい、じゃあペイントやるかとか、はいはい、福田キャラクターないからマスクかぶるか、はい、まあ、こんなようなことなのに、もうキャラクターもあるし、はい、めっちゃ完璧なプロレスラーがそれをやるって言ったら、もう、今までの歌舞伎って何だったんだろうとか、だから全部身につけることになるわけですか。そうか、フルコンプリートですよね。はい、欲しいものがプロレスラーとして、だってグレートムタの試合の中で、はい、あのムーンサルトもやるし、はいはい、それプラスちゃんと技術的テクニックちゃんもあるけど、はい、単価使って殴るとか、はい、ドッキリもやるわけです、はいはい、だからドッキリなんかもう昔グレート歌舞伎はこうフーってやるんですよ。でもムタはなんか、うん、ああそう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 、やるんです。だからそれとかも、ああ終わったと、もう完璧なもん出てきちゃう、はい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 、昔は怪しくこれだけでよかったんだ、はいはい、確かに確かに、あんな動きをやっちゃうわけですから、そして色を変えたらね途中で、はいはいはい、あ、これはもうコンプリートされちゃったなみたいなのが出てきて、はいはい、まあなんとなくいいかなと思ったけど、やっぱその後のね、はい、この長谷博さんというのの試合で、うもう要はちょっとここで日本でのグレートムタの戦い方っていうのを迷いながら、お互いね、はい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 、さっきまで昨日まで武藤敬司だったのが急にグレートムタとして戦ってどうすればいいんだっていうのを、うん、もう長谷博さんの試合でちょっともう完全にもういいだろ、もう行こう行こうって、この次の試合かなんかだと思うんですけど、次出てきた時にもう長谷博戦でも関係ねえって言って、多分武藤も開き直ったんです、はい、でまた長谷さんも受けがうまいから、はい、まあ、どっちかというと明るい、あ、はいはいはい、あのまあ、あのベビーフェイスじゃないですか、はいはい、あのまあ体育会系のね、はいはい、だからそれに対してやっぱりもう悪の限りを尽くして、ほうほう、もう血だらけになりながら長谷博士と戦って、はいはい、それでなんかね人気を確立したんですよ。ああ、なるほど、ちょうどキャラ付けするのにいい対戦相手やったんですね、はい、長谷さんって。そうです、キャラ分からすのに。まあそれはそうですよ、越永さんもかわいそうですよね。まあね、日頃だったら何でも受ける越永さんが、はい、お前も侍しろなってやった確かに僕も迷ってるんですけどみたいな、ありますよね、なんかツッコミが突如ボケ出すみたいな、まあ、笑いで言えばね、はいはい、あのボケがキャラクターをつけたのに、はい、ツッコミもキャラクターつけちゃったから、はい、普通の笑いがもうできないみたいな、そうそう、もうまさに瞑想しまくってわけわからんみたいなお前大丈夫かお前みたいな、あ、ね、まさにです。あ、そういうことやったんですね。はいはいはい、だからそうなっちゃったんでツッコミはしっかり置いたんですよ。なるほど、わかりやすく言えば、わかりやすい、正統派のツッコミはね、わかりやすい。そしたらやっぱもう試合がちゃんとうまく回って、はい、でグレートムタというのはもう新日本プロレスのビッグマッチに出てきてもいいっていうなんかライセンスを手に入れてるような気がする。なるほど、なるほど。もうその2つの顔、もうそんなんどうでもいい、うんうん、いいじゃん、たまにはムタ見ようよっていうのがファンの中でこうあって、だからたまに、アメリカからスティングっていう選手が、はいはい、WCW から来た時にはタッグ組むとか、はいはい、ホーガンとやるとか、はいはい、なんかそういうのでなんかそういう時はムタが出てきた方がなんか面白い。なるほど。アメリカ人とアメリカ人が組んでるぐらいのちょっと感覚としては、はいはいはい、なんですよね、うん、まあそもそもムタというものがもう正直日本の武藤敬司のその時の期待度よりもムタというのはもうドル箱スターでしたから、もういまだにだからアメリカ行きは武藤さんはもうリスペクトされてるんですよ。ムタやったから、あ、そんなにみんな今アメリカの一線級のレストランはほとんどムタ見てました。ムタに憧れてプロレス始めたんじゃないけど、そうそうそう、もうみんな知ってるんですよ。だからそれぐらい
ムタというのはもう世界でも金稼げるレスラーでしたから、あ、まあ、それがアメリカ日本でもまさか、うん、今まで絶対なかったけど日本でもそれやっていいんだっていう、そこからですよね。だからあの向こうのキャラクターを日本でデビューさせることができたのは、まあ、それこそ橋本さんも橋不可案でやったし、はい、そういろいろこう向こうでやったキャラクターをこっちも、そう、お母さんがグレートオーカーンで帰ってくるとか、そういう、あ、そうなんですか。いや多分そうなってったんだと思いますけどね。あの武蔵小杉で女の子助けたでおなじみ、あ、そうですそうそうそうとか、向こうでやってる、はい、アメリカでやってたキャラクターをこっちにそのまま持ち込んでみようみたいな、昔はやっぱ一回リセットされてましたから、うんうん、アメリカでのキャラクターは、はいはいはい、確かに。だから武藤さんが最初やった時、確かにまあなんか見ててこれ何このキャラみたいな、うん、なんか見方がこっちもよく分からなかったんですよね。確かにそうですね。だけどそれが上と武藤のおかげでなんかその辺の曖昧なところっていいじゃん、はい、だからそれこそ、大仁田選手がグレート仁田やったり、はいはいはい、アメリカでやってた新崎人生が、あ、はいはい、アメリカではハクシーっていうキャラクターだったんですね。ほうほう、もうあの全身にお経を書いて、はいはいはい、それでも向こう WWE で人気を博したんですけど、はい、もちろんこっちに帰ってきたら新崎人生、はい、なはずですけど、はい、新崎人生もやったりハクシーもやったり、ああどっちもやられてたんですね、はい、ってなったらもうイラッとした武藤選手は、それじゃもう腹立ったっつってもう一個キャラクター作ろうって言って、国士無双っていうキャラクター作る、勝手なあのカオスみたいなやつですよ、すごいもう森に持ったやつですよね。そうそう、あった、麻雀のね、国士無双にちょっとあやかって、あ、そういうことか、はい、もうこれ以上ない役っていう、はい、ああそういうことで国士無双やったそれで国士なんでなんで麻雀行ったんやろ大好きやったね武藤さんがね、それで、っていうのも作ったぐらいで、国士好きやったよな、はい、まあとにかくそのグレートムタというのは日本のマット界に革命を起こしたんですが、はい、僕はね、そのじゃあグレートムタはもちろん好きだし、はい、なんかもうそういうなんていうのかな、ストロングスタイルの、いわゆるアントニオ猪木から流れてきたストロングスタイル、うん、要はもう黒タイツ一丁でやるぞっていう、はい、藤波長、あの長州全員黒タイツじゃないですか、の文化をぶっ壊したやっぱり武藤敬司さん、うん、新日本プロレス の, そのストロングスタイルなんかもういいじゃねえかと、うんうんうん、もう猪木さんなんてそもそもアメリカンスタイル、アメリカンプロレスだぞ、あの人と武藤さんは言うんですよ。へ、ストロングスタイルっていうけど、あの人はアメリカンプロレスだからなと、お、猪木さんのことをあれは立派なアメリカンプロレスだからって言って、へ、なんかいかにも馬場さんがアメリカンプロレスで、猪木はストロングスタイルって言い方してるけど、あれはバリバリのアメリカンスタイルだからなと、へ、一流なんでそれが見せ方がっていう、武藤さんの猪木さんの票はそこなんですよ。なるほどなるほど。だから、はい、そんなやっぱりだから新日本プロレスを変えていこうと、武藤さんは、うんうん、もう関係ないと、うんうん、もうそんな格闘技、うん、強さ関係ないと、うん、もうプロレスを作品として見せていこうという考え方にもう自信がついたと思う、はいはいはい、だから新日本プロレスをあんな明るい団体に変えていったと思うんですが、うんうん、一方猪木さんはそうは言ってもストロングスタイル、はいはい、だからそれでね、おすすめしたいのがね、やっぱりね、このね、猪木、はい、猪木対ムタというね、はあはあはあ、このね、いわゆる禁断の試合が行われちゃったんですよ、とうとう。チャンネル登録、高評価、お願いします。お前、相手だろ。